久保さん、今回中谷さんっていう作家なのかなこの人、はい。俳優作家、はい。運がいい人も運が悪い人もいない。運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけと。もうこれは何でかっていうと、あの占いを信じ、占いがうんなんだ、占いを信じる人と信じない人がいるだけであって。<laughs> もう細木勝子さんがね。 占いで人生変うんだからその占いをどう使うかですよね。うん確かにね当たったり外れたりっていうのはあるかもしれないですけどそもそもですよ当たったり外れたりっていうのも結論な、うん何だろうなそれを聞いてなかったらその概念がないんですよね当たったみたいな。いわゆその当たったっていう現象はきただそれを聞いて信じただけですよね。 信じて覚えてただけの話だって <laughs> 聞いてなかったらそもそもそもあ占いの当たるという概念がないんですよねでしかも聞いてても信じてないし忘れてたらなんかこの前こんなこと言ってたなあ当たったみたいにならないですよねそう <laughs> だから結局その占いを信じてる気になってる人と気になってない人のた,ただその差だけであるっていう <laughs> うん なんかね僕細木和子さんが昔テレビに出てた時に細木和子さんのおかげで人生変わりましたっつってお布施1000万ぐらい持ってくる人がいてああみたいなね <laughs> 1000万ですよんこんなの持ってきてすごいなっていうなんかね駐車場の細木和子亭の駐車場のこのか屋根かあのなんかすごい立派な屋根があるんですけどねあれが3億円みたいなね駐車場 <laughs> ご 久保さんが3年で1億で億したっけ細木家族は駐車場で3億みたいなね <laughs> すごい稼ぎましたよね細木さんはめちゃめちゃ稼いだと思いますけど今何やってるか分かんないですけどねまあお金にお金はもうめちゃめちゃあるでしょうね今何歳ですかね細木さんって細木家族さんって何歳だ 細木和子さん。あすみません。細木和子さんもう亡くなってるんだ。去年亡くなってるみたいですね。マジか。知らなかった <laughs>。細木和子さん亡くなったみたいですね。83歳。なるほど。去年。去年か。去年亡くなったみたいですね。 マジかなんかめちゃめちゃ強そうなあれだったんですけどね。うん。知らなかったです <laughs>。いってらっしゃい。